流してくれっていうふうに叩かれてる。味に関しては最初本当に、うん、肉の旨味とフルーツの旨味が口全体に広がっている形になってて、でもこう食べているうちに徐々にこうスパイスがこう効いていて、2段階の味が楽しめるっていうのがこだわりのポイントですね。